登場していたショート S27、セシル・スタンリー・グレースは、イギリスのパイロットである。ドーバー海峡を飛行中に、行方不明となった。ペルーで、W.R. グレース &CO を設立した成功した、アイルランド系アメリカ人の実業家、ウィリアム・ラッセル・グレースの一族である。チリで生まれた、おじのウィリアム・ラッセル・グレースは後に、ニューヨークの市長となった。 コロンビア大学で学んだ後、両親とイギリスに戻り、オックスフォード大学で学んだ。1910年にイギリス国籍を取得した。飛行機に興味を持ち、1909年にイギリス飛行クラブに加入し、イギリス初期の航空のパイオニアの一人となり、1910年にイギリスで4番目の飛行免許を取得した。1909年7月末にルイ・ブレリオが、 ドーバー海峡横断飛行に成功した後も、多くの飛行家はイギリスから最も遠い場所まで飛行したパイロットに与えられるフロスト断尺症などを襲っていた。1910年12月17日に、トーマス・ソッピースが170マイルを飛んでベルギーまで飛行し、クロード・グラハム・ホワイトは準備中に機体を壊した。12月22日の朝、グレースはショート S27 でしょうに、 朝鮮のために出発した。海は霧に閉ざされていて、強風のためカレー近くの村に着陸したとの電信、入った。グレースは別の日にまた飛行するためにカレーを午後2時10分に出発し、イギリスに向かった。ドーバーへの飛行は40分足らずのはずであったが3時30分を過ぎてもグレースは現れなかった。イギリス東端の町のラムズゲートの沿岸警備隊が3時頃、 北に飛行する飛行機を目撃していた。数日間、どこかに不時着したのではないかと期待されていたが、翌年1月6日に、ベルギーの海岸に、ゴーグルが流れ着き、後に、グレースのものと確認された。機体の残骸が近くで発見されたと報じられ、3月14日に、遺体の一部が発見されたが、判別困難な状態だった。1911年3月に公式に死亡が、 認定された。1910年7月に飛行中の事故で没したチャールズ・ロールズとともにイギリス飛行クラブの飛行場の近くのオールセインツ協会に記念するステンドグラスが作られた。1910年にイギリス飛行クラブからゴールドメダルを贈られている。ありがとうございます。